紫ウリンキムユナ、顔面麻痺で入院した当時は引退の危機も、メンバーの励ましが力になった、写真イコールインターパークエンターテインメント4人組ロック。バンド紫ウリン、ジャウリム、イソンギュ、キムユナ、クテフン、ヒムジンマンは20年間一緒に活動しながら一度も喧嘩したことがないという。それはお互いを理解し、配慮していたおかげだった。キム・ジンマンは、デビューした当時は、僕たちの名前のアルバムを1枚でもいいからリリースしたいという気持ちが全てでした。そしてアルバムをリリースし、現在に至ります。デビューの初め頃は、今のような姿を想像したこともなかったです、と伝えた。イソンギュは、僕たちがデビューした時、サンウルリム先輩たちがデビュー20周年記念公演を開催していました。その時にはどうすれば20年間も一緒に活動することができるかなと思いました。今後の紫ウリンの20年は、そうですね。みんな生きていれば幸いでしょうね、と説明した。紫ウリンが彼らならではのユニークな色を持てたのには、ボーカリストのキムユナの影響が多い。彼女は声は魅力的であるのに加え、その声は暗い面と明るい面の両面を持っており、歌手として声に両方の魅力を持っているのは珍しい。これについてメンバーらは、解散の危機はなかったのですが、引退の危機はありました。8TH アルバムの録音を終えた時にユナが顔面麻痺で入院をしたんです。ちょうど CD が完成したので、それを持ってお見舞いに行きました。医者からは、良い結果は期待しないでくれ、と言われたので、僕たちも、これが最後の、アルバムになるのではないか、と漠然と思いましたね、と話し、当時を振り返った。キム・ユナは、当時は、メンバーがたくさん心配してくれました。私も転職について真剣に悩みましたね。メンバーの励ましが力になりました、とメンバーへの愛情を伝えた。紫ウリンは後輩育成の計画について、私たちがいつも言っている言葉があるんです。まずは私からしっかりしよう、です。私たちのこれからも不透明なので、そんなことは考えたことがないです、と明らかにした。特にキム・ユナは、あまりにも幼い頃に音楽を始めるのは良くないと思っています。どんな音楽であっても基礎的な教育を受けて、世の中には悪い人も多いのだということも理解してからスタートしてほしいです。幼い頃から音楽を始めると、本当の自分の人生がわからなくなりますからね、と話した。